バークアベニュー駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ホワイトプレーンズロード線の駅である。ブロンクス区ウィリアムズブリッジのホワイトプレーンズロードとバークアベニューの交差点に位置し、2系統が終日、5系統がラッシュ時混雑方向のみ停車する。駅は1917年3月3日の IRT ホワイト プレーンズロード線177丁目駅東219丁目駅間の延伸開業と同時に開業した相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の高架駅で、急行線は定期旅客列車の設定がなされていない。駅には2006年にベアトリスコロンが制作したアートワーク、ブロンクスリテラチアが設置されている。これは、 ショーレムアレーヘム、ジェームズ・ボールドウィン、ニコラス・モア、エドガー・アラン・ポーの4名が表した文学作品のシーンをイメージして作られたステンドグラスの作品でホーム壁面に飾られている。駅にはホーム階の下に駅舎があり、各ホームからの2つの階段が駅舎内に接続している。南北ホーム間は改札内で行き来可能である。北港ホーム側の改札口には2つの 出場専用改札機が2つ、南広報部側には、緊急事用の改札機と3つの回転式改札機がある。改札外では、バークアベニューとホワイトプレインズロードの交差点北西と同交差点南東の2カ所に、それぞれ1つずつ階段が接続している。ありがとうございます。